俺のビーフ食べるな、俺のタコすくうな。ちょっとあれだね、ゆる。テイクアウトはチャーリータコス。ビーフ、チキン、アンドトゥーナー、ジェジェン、タコス。テイクアウトしてきました。こんばんは、耳の目ムービーです。今夜のジャルシティ那覇部屋飲みはタコス。チャーリータコスで買ってきました。テイクアウト。ビーフ、チキン、そしてツナ、サルサソース。うわ、シャビシャビだこれ。何か食べる？何味がいい？トゥーナー、ビーフ、チキン。全部。はい。じゃあトゥーナーから食べますよ。トゥーナーうまい。どれが？トゥーナー。あ、そう。トゥーナー一番さ、うん、期待してなかったのに一番、ね、うん。すっげえうまいツナ。ツナはなんだろう、うん、想定の範囲だもんね。うん、え？あの味が。うん。それなのにそれを超えてきた。大きく超えてきた。おでこ日焼けてる。おでこ日焼けてんだこれ。今日ずっとビーチで遊んどったもんね。そしてこれ、チッキン、チッキン。うん。チキンもうまい。どれがうまい。最後にランキングしてね。でも今のところトゥナの方がうまい。ビーフ。うん。うんうん。さすがビーフはね、パンチがあるね。俺のビーフ食べるな、俺のタコス食うな。ちょっとあれだね、ゆる、もうタコスがゆるくなってるね、うん、っていうか食うな。あ、落とすな、うん、ミートうまっ。うまい、うん、うん、うまっ。うまい、すごい美味しい。全部俺の食ってから美味しかったよ。うん、うん、でもそれにしてもさ、これいいアイデアだよね。沖縄料理のタコライスのさ、このご飯の上に乗せるやつをこのトルティーヤに巻いて食べるっていうさ、メキシコ風にアレンジするっていうさ。どっちが先なの？知らんけど、沖縄料理をメキシコ風にアレンジしたタコスいけます。すごい美味しいタコス。うん、でオリオンね。コロナじゃないね。つけ足しみたいな。治るよね。はあ、沖縄だよね。本当美味しい。何食べても。沖縄何食ってもうまいかな。そうとは言わんよ。そうね。美味しい。美味しいね、それね。うん、そんでいくら620円か。うん、近くにあったら、うん、3つで600円だとめちゃめちゃ安いよね。うん、近くにあったら買ってきてだよな。ツナうまい。ツナ、それどういう風になってるの？ツナ、普通のツナ？うん、うん、どうなってる？マヨネーズ和え。マヨネーズそんなに美味しかったっけ。うん、単純にマヨネーズだけじゃなくてね、うん、ちょっとなんかビネガーが入ってる。ああ、そっか。うん、これうまい。まあなんだ、ビールは一杯でいいんです。
青森のみよん。くめせん。水あらへんがな。あ、そういうことか。うん。何食べとんの？え？かりんちょうチョコ。なんでそんな甘いもん食っとんの？泡盛でタコス。タコスで泡盛か。うまい。いつまでも食ってられる。私も危ないこれ。さっきの久米線は初日の夜の残りだけど、これは追加残破。あー、いい匂い。泡盛好き。ちょっと違うんだね、やっぱりね。うん。もう残すはツナだけ。うん。うまい。2日か3日に先しまう。うまかった。なくなっちゃった。チャーリータコスのタコス。テイクアウトでおすすめ。大好き。そして、沖縄の最後の夜、もう眠い。おやすみなさい。